Google 画像検索は、ウェブにある画像を検索するために、Google が提供している検索サービスである。2001年にサービスが開始された。きっかけは、ジェニファー・ロペスが着用した緑のベルサーチドレスの、写真が見たいという需要に、通常の Google 検索では答えきれなかったことによる。2011年に逆画像検索が追加された。検索で出た各画像は、 サムネイルとして並べて表示され、サムネイルをクリックすると画像の大きなサイズが表示され、画像を使用しているサイトにアクセスすることができる。2000年、Google 検索の結果において一つのページで表示できるリンク付けテキストに限界が感じられる状態であり、さらなる改良を模索していた Google の開発者はこの時、ジェニファー・ロペスが着用したエキゾチックな緑の ベルサーチドレスの人気をきっかけに、最も人気のある検索クエリを導き出さなければならない画像検索ツールを実現させることになった。この経緯により、Google 画像検索は誕生した。2001年時点で2億5000万枚もの画像が検索にインデックスされたが、2005年には10億枚、2010年には100億枚に達した。2007年初頭、Google は、 画像検索インターフェースを更新し、サムネイルをクリックすると解像度や URL といった画像の情報が表示されるようになったが、廃止された。2009年10月27日、同じような画像を見つけるための機能が追加された。2010年7月20日、インターフェースが再更新され、クリックで画像の詳細が表示される機能が再実装された。 2011年5月、検索クエリのビジュアルカテゴリースキーム概要をサブジェクト別に相当する機能が導入された。1ヶ月後の2011年6月、サードパーティのアドオンを使わずに直接画像、検索バーで画像を使って逆画像検索を行う機能が追加された。この機能は画像を検索バーにドラッグドロップするかアップロードするか画像の直リンク。 url を検索バーにコピーペーストすることで検索できる。画像の右クリックメニューから類似の画像検索を行うサーチバイイメージが Google Chrome と Firefox 向けの拡張機能として提供されている。2012年12月11日、ポルノグラフと関係ない検索語句の場合ポルノ画像を出さないようにしてほしいという要望により画像検索の アルゴリズムが変更された。Google によれば、特に、ポルノ関連で検索をした場合未だに、ポルノ画像が表示されることがありそれ以外は、表示されないようになっているとしている。また Google は、青年向けコンテンツの検閲は行っていない。と明言しているものの、ブロージョブや、ブーブといった検索語句を入力しても検索結果に出てこない。 さらに先日の5区の検索を防止するためにフィルターを厳しくする唯一無二のオプションがあるが、一方で以前のように検索からそのような5区を除外することができなくなったという指摘もある。2018年2月15日、ゲッティイメージズとの和解条件やライセンスパートナーシップに沿う形でインターフェースを変更、検索結果から画像を表示ボタンが除去された。これは 元サイズの画像を直接的に見ることを不可にし、適切な文章と共に見てもらうことを促すためである。高解像度の著作権あり画像を探すための逆画像検索で使用される画像で検索ボタンも控えめになった。Google はまたインターフェースにおいて著作権、面積事項をより強調することに同意した。画像で検索機能を使用した。 画面 Google 画像検索には逆画像検索を行う画像で検索機能がある。従来の画像検索とは異なり、この機能は Google 検索ボックスにキーワードや語句を入力する。必要はなく代わりに画像そのものを送信してクエリとして検索する。結果には同じような画像、Web の検索結果、画像のページ、異なる解像度の同じ画像が表示される。 画像で検索の精度は検索画像が有名なほど高くなる。加えて検索結果の記述的なメタデータをベースにこの画像の最も良い推測が提供される。画像で検索の一般的な手段は以下の手順で送信された画像をもとに検索結果を介している。画像を解析から送信された画像は色、点、線、テクスチャを識別するために解析される。 クエリ生成からこれら画像の異なる特徴は検索クエリを生成するために使用される。画像の一致クエリは Google のバックエンドにある画像と一致するかどうか調べる。結果を返す Google の検索と一致したアルゴリズムはユーザーに一致したか類似している画像を検索結果として返す。ありがとうございます。